この動画を見る前にチャンネル登録、高評価よろしくです。はい、ということでやってきましたよ、寝台北斗。まあね、寝台は北斗、まあ4万円、まあ3万円かな、寝台ウィークがこれから始まると思うんで、その、まあ、寝台一覧これですね。北斗、ミリマス、そして青のエクソシスト、 AKB のパチンコ、そしてシンフォギアのアマデシと、まあ、この寝台ウィークが今から始まります。一旦ネットカフェ生活は、中断します。はい、このそれぞれのこの5台に3万円ぶっ込んで、結局寝台を5機種打ったらいくら残るのかっていう企画をやっていきます。でこれはね、すぐやらないと意味がないんで、今からやっていこうと思います。はい、みんな、なんとか台取れました。ほんと寝台取るのって本当にめちゃくちゃきついんだけど、なんとか今日導入の北斗取れたから、まあ今日からね、そのできたら北斗をとりあえず今日出すで、明日青のエクソシスト、明後日会いますで、パチパチ、まあ AKB とシンフォギアのパチパチ出して、まあ寝台5回5機種打って、寝台をね5機種打って3万円ずつで、まあ勝てるかどうかを検証していこう。でスローに限っては、まあ、3万円で済むか分かんないから追加投資全然するんだけど、まあ目安は3万円ということで、3万円実践をやっていきたいと思います。はい、なんでね、一旦ネカフェは中断、ネカフェの動画は中断でいいかな。うん、まあネカフェ一旦プラマイゼロまで戻ったから、まあ無理してね、そのすぐ動画を上げなくてもみんな焦ることはないでしょう。うん、そんなね、もうあと 1,2 万で勝つみたいな状況じゃないから、そうだからみんなそわそわしてないと思うし、ネカフェの動画はまあ一旦中断ということで、まあね、ネカフェ生活はしつつ、まあこの後もネカフェに戻って、その下見とかやって打てる台をコツコツ打っていくと、うん、無理して毎日打つ必要ないからね。寝台を投稿するときは寝台を投稿する、これがまあ僕のみんなにできるその負けないためのアドバイスだから、じゃあ打っていこう。まあとりあえず北斗取ったから、北斗取ったんで、まあ3万で勝てるかどうか1日目始まります。まあね、これ負けたらネカフェも負けたらマジで痛いから、とりあえずここで勝っとけばネカフェもし10万負けたとしても痛くないか。うん、じゃあ打っていこう。Thank you.
当たりだぞ。 V ってビクトリーの V だろうな。 V ラインの V じゃないよなこれ。来た。これがみんな二トキってやつ。トキ1個じゃなくてトキ2個だから、これが二トキってやつ。これが中段チェリーみたいなもん。昔の中段チェリーみたいなもんね。スイカ取りこぼしたけど、ここで勝負だぞ。スイカなんていらない、俺は V を取ればいいからな。さあここだぞ。ここで V を引けばもう多分当たりだよ。 V じゃなくてもこの紫色チャンスだからな。ここか。いつ始まんだよ。頼むぞ。行け。行け。止まれ。よお。当たった。天才すぎんだろ。おい。俺今日やれるかもしれん。俺の怒り
Hold up!
ンと水晶剣伝承しカーニーが俺を妖精は二度と輝かぬ。何の気力も持たずに来たと思ったが、なんと合格点を決勝し、おお、あっ、なんと水晶剣奥義気象破壊。Wow.